成1勝8点2 170cm 95kg 高橋匡哉。本戦一勝2敗勝ち点175cm 95kg 星野勘九郎。レディーゴン。よいしょ。Finish!
55秒、高橋匡哉選手の勝ち。しんどい、しんどいしょ。星野、勘九郎、相変わらず丈夫だ。自分で持ってったレコーブロックがあだになると思った。でも勝った。これで2勝だ。また決勝トーナメント近づいたな。刻一刻一刻と俺の時代が来てんじゃないのね。一皮も二皮も剥けてきたんじゃないのね。よし、これであと博多武田正史倒して、大阪名古屋全勝で札幌の決勝トーナメント出てやるから覚悟しとけ。楽しみにしとけよ。